はい、皆さん、こんにちは。ラボックボーカル教室のあきこです。さあ、あきこの動画ワンポイントレッスンでは、どうやったらカラオケで上手に歌が歌えるのかをコンセプトに、その曲の解釈やアーティストの歌い方を解説しながらレッスンを行っていくものです。えー、今日はですね、ドコモさんの学割の CM ソングにもなっております、シシャモさんの、えー、明日ものサビの前半の部分をお送りしていきたいと思います。それでは、歌ってみましょう。どうぞ。 いいことばかりじゃないからさ。痛くて泣きたい時もある。そんな時にいつも慣れよりも早く立ち上がるヒーローに会いたくて。はい、サビの前半部分です。えー、とっても声が、えー、透明感があって、えー、可愛らしい。えー きれいな声だなと思うんですけれども、えー、まず頭の部分。いえー、ここの歌い方なんですけど、まず頭の文字のところに、えー、ビブラートがかかって、えー、いたたたたたたたっていう感じです。いいタタンタタンいいンタ。イーコート息の流れがすごくシュッ。 っていう感じ出てるので、いいことばかりじゃ押してるんではなくて、押して引く。押して引くっていう感じになってます。いいことばかりじゃん、えー。結構ね、細かに、あのー、瞬体能力が速くないとできない歌いような歌い方というかね。いいことばかりじゃん。ここは、シュッとサくっていく。くっていきます。じゃないからさ。後半 逆にえちょっとねこうシュッシュッっていう機敏な動きよりは、えー、ねっとりとした、あのー、じっくり歌っているっていう感じでもちろん可愛らしいところは残っているんですけども「えじゃないから」「じゃな」「しゃく」っていって「からさ」からさ「からさ」「からさ」 こう前半のように機敏に動くのではなくて、からさ、大げさにやるとこういう風になっています。いいことばかりじゃないからさーっていう感じになっています。後半、2行目ですね。痛くて泣きたい。前半の部分と歌い方は基本的には同じで、スッ、スッスッっていう風に息を出して弾く。 っていう感じになっているんですから、が、えー、そこをプラス、少し上から、えー、落としていっています。ここはまっすぐな歌い方なんですけども、2行目は少し、「いたくてなきたい」大げさにやると、えー、こんな感じです。そして今、ビブラートなしで、「いたくてなきたい」。 いいうふうにに、えー、回転させるようにしていきますそこにさらにビブラートが加わって痛くて泣きたい時もある、えー、ちょっと大げさにやりすぎるとちょっとくどく聞こえるかもしれないですけどテンポが速いので、えー、そこまで大げさに聞こえないしここまで粘っぽくはならないですね、えー、テンポ通りしっかり、えー、拍に遅れていかないで、えー、テンポよく歌っていきましょう。 えー、そして後半が、そんな時には割と固めの声ですね。えー、そしてその後、いつもが綺麗にファルセットに変わります。そんな時に、いつも、いつも、綺麗に抜いて、誰よりも早く、これはしっかり固めな声です。早く抜くのではなくて、早く 早く、やに、ちょっとアクセントが、えー、持ってっているような歌い方でしたね。誰よりも早く、立ち上がる。ここのまま、硬いまま言って、ひえろおにっていう感じで、ひとおで、えー、字声というかね、固めの声に戻ってて、えー、ひえ ヒーーロのところはファルセットになり,なります誰よりも早く立ち上がるヒーローにヒーローに。ここをしっかりと戻してあげましょうヒーローにならないでふわっと歌わないでヒーローにをしっかりと持っていきます、えー、喉コントロールしてキュッと締めてあげましょう会いたくてに戻っていきます えー、さあ、こんな感じで、じゃあ、サビの前半の部分、えー、最後に歌ってみましょう。行ってみたいと思います。いいことばかりじゃないからさ。痛くて泣きたい時もある。そんな時にいつもなれよりも早く立ち上がる。ヒーローにあ えー、こんな感じです、えー。それでは次はサビの後半の部分をお送りしていきたいと思います。えー、お楽しみに。あきこでした。